フランス対フランス、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはeフットボールスタジアムで行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー、エンバペ、来た来た、先制フランス。前半まだ始まったところ、キックオフのいい流れからこの得点まで結びつけましたね。エンバペ、うまく相手のマークを外してのシュートでした。いやー、ボールのもらい方良かったですよね。パスの出てくるタイミングも完璧だったので、相手の守備も対応遅れてしまいますよね。パスからのシュートの流れが絶妙なゴールでしたね。さあフランス、この重要な試合で価値のあるゴールを決めています。サポーターもテンション上がりますし、選手もそれにさらに応えたいという気持ちがあるんでしょうから、そこからまた乗ってくるんじゃないでしょうかね。フランスとしては高さありますからね、狙ってくるでしょうね。リザラズへのボール、いい形ですよ。リベリからファーへ、ディフェンス、これを読んでいた。コナテ、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。フランス、カウンターを仕掛けていきます。クリアムからリベリ、この位置で受ける、どうだ、チャンスが続く。フランスはコーナーキック2本目、ジュール組んで、お、これいいですよ。中折り返した、頭だ、いやー、同点フランス。いやー、早かったですね北澤さん。いやー、素晴らしいですよね。流れを相手に渡さないという気持ちが出ましたね。クロスに頭で応えました。パスも良かったですけどもね、しっかり頭で合わせた、いいゴールですよね。フランス、ここで追いつきました。いや、この短い時間でよく取り返しましたよね。はい、このまま流れに乗って一気に逆転したいですよね。エンバペ、スペースに出す、これはチャンス。リベリ、ファーサイド、危ないシーンでしたがここはしっかりクリア。もう一度、キーパー直接処理しました。ここは奪います。裏へ届くか、どうだ、さあテュラム、こぼれます。フランスはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。厳しくチェックします。テオ・エルナンデス、リザラズ、ジルー、さあカウンターを仕掛けます。スペースを使う、テオ・エルナンデス、このボールに触ります。ラビオ、素早いパスで攻め上がっていきます。ジュール組んで、リベリからテュラム、そろそろ前半30分を迎えようというところ。ジュール組んでカットに行きます。絶好の位置で受ける、ここはすぐ奪い返します。リベリー、
さあジュール組んでクロスを入れる、ジルーピンポイントのクロスに合わせてきました。前線に出てくる人数が多いんですよね。エリア内に人数をかけていい攻撃ですよね。お互いのこう意図が合わないですよね。いいです、カンテ、さあ一気にカウンター、ラビオへ、ここは対応します、ジルーへ、ここは通しません。ジュール組んでラビオ、スペースを狙う、ラビオからのスルーパスカットされます。スペースへ、このボールをカットします。このパスを受ける、リーベリー、エンバペ、ラビオへ、さあカウンタースピードを上げたいところ、さあテュラム、さあどうだこのシュート、止めた、しかしこれよく止めましたね。難しいシュートだったと思うんですけどもね、よく触りましたね。フランスカウンターから危ない場面を作られてしまいました。やはり相手はカウンター得意ですからね、不用意にボールを奪われると一気にピンチになりますよね。シュートで終わらせるとか攻撃をやりきってしまうことも大事になってますよね。ここは大きくクリア、危ないシーンでした。テオ・エルナンデス、チュアメニ、奪いに行きます。さあカウンターのチャンスになります。テオ・エルナンデス、さあエンクンク、ボール入るか、さあ抜けた、キューラム、いやー勝ち越し、フランス前半のアディション、前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。前半終え2対1、しかし北澤さん、ゴールシーンが目白押しとなった前半、激しかったですね。次の1点がどちらに動くのかでかなり違ってきましたね。フランスとしては特にチームとしてのいい部分が出てましたよね。後半もさらに仕掛けてくるでしょうね。フランス対フランス、フランスが前半終わって2対1リードで折り返します。それではセカンドハーフ見ていきましょう。攻守の切り替えも早いですよ。チュアメニ、ジュール組んで右サイド上がっていきます。インターセプト、ピレス、トゥラムへ、フランスカウンターを仕掛けます。アバール、ここはカットします。もっといいボールでしょ。このボールをカットします。テオ・エルナンデス、ラビオへ、チュアメニからテュラム、さあここでカウンター、裏を狙う、リベリからのパスはディフェンスが対応、エンバペからエンクンク、さあエンバペインターセプトを狙う、サリバ流れを止めます。エンクンク、本日2つのアシストがあります。テオ・エルナンデス、ここは読んでいました。さあカウンタースピードを上げたいところ、ここは競り勝ちます。フランスは先ほどから前線に何枚か選手が残っていますね。そうですね、前の方で少し淡々とカウンターを狙ってる感じですよね。しかし北澤さん、味方の選手からすると守備の人数が足りないですよね。で、一人一人の負担が増えてしまうのではないでしょうか。まあ確かにそうなんですけどもね、逆にボールを奪った時には、まずこの選手に出せばいいので、気が楽な分もあると思いますけどね。前線の選手に預けさえすれば、とりあえずライン、はい、シュート、あと折り返す。フランスとしては今の形良かったですよね。これを繰り返せば決定機につなげられますよね。はい、相手にプレッシャーをかけていきたいところです。マルクス・テュラム、早いですねプレスが。ジュール組んでからリベリ、
この位置でボールを受けます。バーへのボール、そのままキーパーが抑えました。ピレス、マッチアップのシーン、このパス回し、シュート来た、追加点フランス、このゴールで移籍後30得点。プレスを受けながらもきっちりゴールを決めてきます。いや、寄せられてましたけどしっかり決めてきましたよね。ボディバランスの良さっていうのがゴールにつながりましたよね。さあ、共に選手交代があるようです。さあ、フランスこれで2点差、リードを広げます。フランスとしてはこのリードをしっかり守りたいですよね、はい、この後のゲームプランにも注目ですよね。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。フランスとしては得点差を考えても慌てる必要はないですよね。不用意なミスで流れを相手に渡さないように気をつけたいところですよね。この辺りの球際は積極的にいってますよね。これはファウルではありません。ピレス来たフランス、1点差に追い上げます。素早いカウンターからのフィニッシュ、狙い通りといったところでしょうか。素晴らしいカウンターでしたね。チーム全体で常に狙っていないととっさに連動できないですからね。ボールを奪った瞬間に攻撃のスイッチを一気に入れた感じですよね。ピレス、先ほど投入されたばかりですが早くも監督の期待に応えました。いや、監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。さあ、フランス、これで相手を射程圏内、エンバペ来た、追いついたフランス、再び追いつきます。得意のカウンターから見事なゴール、素晴らしい流れでしたね。そうですね、良い守備から良い攻撃という言葉を表現したようなゴールでしたよね。奪ってからの攻撃もスムーズでしたし、カウンターの狙いが選手に浸透してますよね。さあ、フランス、冒頭同点に持ち込みました。いや、非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよ。さあ、どうしのぐのか、守備陣クリアの対応です。時間なくなってきましたよね。最後ワンプレーってとこですかね。テオエルナンデス、さあディアビ、スペースを狙う、狙えるか、シュート、決まった。いやー、これなんというゴールだ。いやー、もう言葉がありません。笛です。4対3、見事な勝利です。そしてこの結果、条件達成となります。